ついに最終日4日目夜こう鍵をゲットしました。新たに最後の鍵だと思われます。これがこれはね歯車マークなんですけど、多分2階のどこかの鍵だと思うんだよな。今度はまた隣人さんはギーギー聞こえてるけど、どこら辺にいるんでしょうね今度はね。また寝てるのかな、夜だから。なんかバレた、これいるね。違う、ちょっと待ってね、どこの鍵かな、そこじゃないかな、こっち来ちゃうな。あ、部屋入ってった。多分だけどさ、このクマの頭をゲットするんだと思う。魚とイノシシはもうつけてありますので、あ、これじゃない？入ったぜ。ただバレるんじゃないのこれ。ギシって言っちゃった、バレちゃったな。どうする？さっきの部屋しゃがんで音立てないようにしてこっそり入って、今下に戻ってったと思うから。ただここで何をしたらいいんだ。あ、これ何、スパナ。なんか猫のマークついてるよねあそこにね。あとないかな。来た、なんとなくだけどスパナマーク覚えてますよ。ここまずいわ。あっちなんだよな。ここだ。とりあえずここに隠れて、入ったぞ。あ、ここ開けた、通じただけか。ここに取れる、なんか取れる、取れなかった、カチャって言った。スパナー、あ、これね。なんだここ、なんだここ、新しいとこ入れちゃった。あ、ちょっとこれで、あ、なるほど、ここに出れると。いや怖いな。消えたから大丈夫そう。お花のこれ何、本かなんかかな。
シャワー室、これ手があんのよ、なんか気持ち悪いね。これ多分ここは関係ないかな。本があるだけだ。この本をどうするんだろうな。なんかあったっけ。さっきこれなんかカチャって やったね。これ何、これ猫の絵ついてんのよね、なんか。あ、なんかいろいろあるんだ。ちょっと待って、じゃあこれ違うか。なんかよくわからないぞ。あ、ここにはめてカチャってする、できそうなこと全部やってみようかな。テレビ気になってんだよね。わあ、来ちゃった。下行ったね。なんかあるじゃん。なんかある。上になんかある。よいしょ。これどうにかして登れるの。え、いけんの。いけません。早くしないと捕まっちゃう。え、なになに、どう、怖い怖い怖い。ここから上に、ここかな、これか。これバールだろ、バール。何これ、なんだこれは。これは何に使うんだ、これは。ん、あ、アンテナか。アンテナみたいな形に見える。ってことは外に出て、あったよね、どっかから、どっかから外に、どっから行くんだったかな。一回下に降りて、裏から裏から、ここかな、ここか。このだから2階か、結局2階か。ここじゃないの。さっきのところだな。じゃないのかな。反対側か。反対側もあ、こっちか。こっち側から、そうだ、そっか、ちゃんと意味があるんだ。アンテナと言ったらやっぱ屋根だもんな。
夜だから見にくい、暗い。これは？待つんだよ、今助けてあげるから。声がしてるから早く助けてあげないと。なんかあそこに黄色いのあるか、これかな、つながってんのは。あ、あれ、なにこれ。え？え、なにこれ。これは何、これは。え、いや、どう考えてもアンテナってさ、上向きだよね。さっきさ、一番最初上向きにしたけど、それでチャンネルを変えなきゃいけなかったんかな、もしかして。うわー、張ってる。テレビ消されちゃう。え、何、何の形今の。あ、本かな、本のヒント。本のヒント、これでしょ。一個これさっきのでしょ、さっきのこれかな。もう一個は、だいたいこういうの3つでしょ、違うんか。うわあ、クソはダメだ。でも2個やった。もうちょい落ち着いてやった方がいいな。チャンネルが2つあるんだから。こっちに来てない、よし。あ、炎、炎。うわ、来てる。一回退散。炎か、一個。よし、来てる。湧いてるでしょ、これ。炎。バレてる、無理かな。来てる。よいしょ。来た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 、早くして。おお、やっとやっとに、上だ上。ほんで、あ、鍵鍵鍵鍵鍵、取って取って取って。もう追っかけてこなくなっちゃった。何でしょうか、これは。この絵を引き裂くと何かなる。これはハサミ。なんだこれ、レバー。
こも追っかけてくんのかな。レーバー、鍵、鍵ある。はい、おっと、ムービー入ったね。ヘルプミー。あれでもまださ、これからかな。レバーは助けに来たよ、そんなボロボロな姿で。汚れてお風呂も入れてもらえんかったんかな。あ、いるじゃん、もうちゃっかり。なかなか腕力あるんだよな。また閉じ込められちゃった。あ、レバー目の前にある。怪物が持ってる。こっからはなんかサクサク、もういよいよ終わりだからかサクサク進んでいくね。なんだこれ、番号がある。ロケットが目ん玉になってないこれ。そんなことない。なんだ、数字を集めんのかな。もう別に捕らえられてるんだから、もう隠密する必要。ハサミがあるね。ハサミ持ってんだよ私。あ、え、没収されてる。あ、2番、これまたあれかな、色も関係あるやつかな。あ、丸罰ゲームやってるね。暇だったんかね。あ、ん、ここにもあるじゃん。え、青に赤3か。青に赤3。これはピンクって紫かな。紫 5? んー、それだけか。うーん、あ、ハサミね、ハサミハサミ。で、レバー持っておく。あと2つか。ちょっとこれ入れとくかな。ん？あ、違うな。これ逆さまじゃない？向こう側からじゃなきゃ無理なのか？向こう側から入力しなきゃダメなのか？そうだよね。こっちが閉じ込められてんだから。あれどうすんだろう、じゃあこれ。どっかから抜け出さなきゃダメ？レバーはあそこだから。男の子を呼ぶのかな？おいって。そんなことないか。ってことはまだ2つどっかにあるよね。あ、うん。緑7があった。ピンク5、緑7、赤が3だったかな。赤3の青2の、あと1つ黄色かな。あ、違う、これ何、何色。赤0。あれ、これ赤じゃないの。黄色なんかな、もしかしたら。これどっちも赤に見えるけど、これもしかして向こう側がそうなるように回さなきゃいけないってこと。え、1、2、3、4、5だから、例えば緑が7だから、緑が7だからこっちを2にする。で、こっちが5だから、5の真逆ったら0ぐらいかな。で、7。7じゃないか。8か。多分ね、多分。ってことはこれは、3か。で、赤が2だったんだから、
じゃあ3だったんだから7にして、黄色何だったっけ今見たの、黄色、あ違う、赤0だったな、赤0だから5か、こっち側は5で、こ黄色、私が赤に見えてたのが黄色だったんだから7、こっちを7にすればいいか、違う、開きません、3、0になってる、0だな、ここが間違えてる、3、2、3、2、なんだっけ、根本的に間違えてる根本的に間違えてる、こっちが5だった、4だな、こっちじゃあ1個ずれてんのか、確か2だよね、青が2だったんだから、もう1個か、でそしたら緑がもう1個ずらすと、これで完璧でしょ、開くでしょこれ、なんで322になってる、なんでなんでずれたの、なんでずれちゃったの、赤0でしょ、3025、なんでずれんの、あれ勝手にずれるんだけど、あれなんでずれた、やっと開いた、はい、で子供はどこ行ったのよ、なんかゲットするものはないか、謎が全然解けてないよ、カラス、カラスとコインと、わ何これ、これを崇めてるわけ、何の神様これ、子供いないんだけどな、お子さんはどこにいるの、何これ、焦げてるの、なんだこれ、カラスの象徴みたいなのかな、黒い、うわトラトラップがある、ここにもハンターいる、うわ来た、いろんなところに仕掛けてる、あれ子供がいなくなっちゃった、今度は子供を探さなきゃいけないの、え開かなかった今、に仕掛けてるじゃん、これさなんで投げてもダメなの、バールかなんかでこじ開けて出るとかできないかな、なんかすごい頑丈な鍵が表にしてあって、あれ壊せんのかな、
なあったまえ。ボール、スパナー、スパナーどこ行った。一番最初鍵開けたのがここだったんでしょ。ここからスパナをゲットしたんだよ私は。だからスパナはどこにあんの。あれスパナで開けることになってるから、あ子供いるじゃん。どっかにスパナないの。危ない、危ない、スパナがないと、スパナがないと無理じゃない。ですね、残念なことにあのあとクリアして、あのちょっとクリップが終了しそうになってたんで新しくクリップをね分けて撮ってたんですよ。でクリアしたんですけど、クリアして締めに入ろうとしてたところゲームがエラー落ちしてしまいまして、そのままちょっと どうしようもなくてですね、録画がで飛んじゃったんですね、録画してたやつが。それでちょっとエンディングシーンを見せることができなかったので、ちょっとこの先はねこれ自動セーブなんで、完全自動セーブなんでどうしようもないんですよ。あの途中から手動セーブできないから、手動セーブしたところからやり直すってこともできなくて、これねクリアしたんですよ全部。けどな、残念なことにちょっとねそのシーンがね丸々飛んじゃったんで、でちょっとね持ち物もね、なんかテープみたいな謎のアイテムを持っててクリア後とかにもしかしたら聞けたりしないかなとか思ってたんですけど、アイテムも失っちゃったので、ちょっとね思わぬアクシデントというか思わぬエラー落ちにあってしまったんで、ちょっとあのエンディングの映像はあの攻略動画をちょっと後々ね、すぐちょっと休憩してから出そうかと思ってますので、その時にこうエンディングも含めてねちょっとそのエンディングシーンを出そうかなと思いますので、すみませんがちょっとそれまで申し訳ありませんがちょっとお待ちくださいということで、はい、ちょっと中途半端な感じになっちゃったんですけど、ひとまずはもうクリアはしたのでね、どうしようもないんですよ。だからもうクリア動画ということで、ちょっと今回ちょっと途中までなんですけど出させていただいて、エンディングはちょっとねエンディングシーンのとこまでも行ってなかったんですけどね、肝心なところが飛んじゃってちょっと中途半端な謎解きのまんまになっちゃって、どうしようかなって思ってるんですけど、とりあえずできたとこまでは出しますね。はい、というわけでちょっと時間を置いて攻略動画をちょっと頑張って出していこうと思いますので、皆さん、よかったらそちらも見てください。はい、それではまた、すいませんこんな形になっちゃってごめんなさいなんですけども、あの次回もまた、見ていただけると嬉しいです。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。